信ありがとうございました。うわーうわーさーはい、どうもさんこんです、長い長いメンテがね、はい、夕方4時にやっと開けて、はい、今やっと触れるようになりましたよっていうところで、福袋がね追加になったり、はい、リアタイプピックアップスカートってやつが来てる、プラス、はい、TS6 弾が来たと。まあなんか去年一昨年の5弾ぐらいかな、うん、なんか自治名が無限に出てくる、うん、引きゃ引くほど自治名が出てくるね、 TS の。谷場の総選挙始まってますよと。バウアーの得票が大変なことだと。57% 取ってる。と思ったら村上の方がやばかった。72% 言ってる。誰に入れたいとかないんですけどね。なんか選手ご本人がね、去年の西純也君みたいに、選手ご本人が呼びかけてたりとか、なんかね、誰かに投票してほしいとかあれば、やらなくはないですけどぐらいの。まあまあ、チケットはね、多分誰よりも集めると思うんで。リアタイピックアップスカウト、はちょっと意味が分かんない、全然これリアタイに使えるやつ誰がいいのこれ。全く意味が分かんないんだけどこれ。誰か説明して。はい、オリックス小林博史さん、はい、まあ球威制球同値にできて、それ以外に何も、特に見るべきところがない感じがしますねこれは。オリックス純正でも使うのか怪しいような気がしますが、若田部さんは永久期間で、はい、請求スタミナ同値、まあ、超特急とかね、うなる剛腕で、はい、球威請求、76の同値、ただ中継ぎができない。これで中継ぎができればね、使えたんだけどね、リーグ的にはね。ちょっと先発でさすがにこの捨てで、ベンチに入れるでもちょっときついかな。まあでも純正だったらもちろん使うんだろうけどね。はい、石和久さん、これはまあ、針穴だったり、粘りの投球だったりで、球威スタミナ同値にできますよ。はい、中継ぎはできません。いや、ちょっと捨てがさすがに低すぎんだろうって、これはね。これはさすがにちょっと純正でもこれも厳しい気がします。高橋は44歳バージョンですからね。これ楽天純正のリアタイでもきつそうに見えるんだけど、どうなんだろう。楽天純正リアタイだったらそれでも使うのかな。使わねえか。大松さんはまあパワーエンできるで、まあ他の選手よりはまあまあまあいいとは思うんですけど、ロッテ純正って考えたら、まあでもパワーエン8にも出ないもんな。まあパワー型で飛車つけてベンチみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ、純正でも。はい、片岡さん、まあ、サード守備 B だからね、まあ、ちょっとまあ、リアタイ、まあ、日ハム純正リアタイとかで、まあ、小笠原さんをファーストに持っていく場合とかに、まあ、サードの守備固めで使えなくはないのかなっていう気はしますけどね。川端さんはまあ、デフォルトミート A で、この中じゃまあ、かなりミートパワー合計は高い方ですと。サードショートはね、池山さんと村上くんいるし、ファーストで使うみたいな、まあでもそんな感じになってくるのかな、純正だと。って感じだと思います。タッグでは、微妙です。はい。はい、ハルさんは、前回の TS よりもパワーが1増えてますと。まあ純正では使うんじゃないですか、ミート A 出るしね。福原さんは、まあ、前回の TS は確か球威80の制球76、で、針穴で79の同値みたいな感じだったと思うんですけど、今度のやつはミスコンで78の同値で、鉄腕で一応スタミナ型にもできると。で、中継ぎができる。まあなんかね、もうちょっとなんか、全同値にできるぐらいのステイにしてほしかったなって気持ちはあるけど、まあこれだとちょっと阪神純正でしか使わない。はい、で宮國選手、これはいいね。まあステは低いよ、確かに。球威制球まあ低いけど、まあでもやっぱデフォルト全動値はめっちゃいいよね。まあ言うならこれもうハンカチ王子だからね。ハンカチ王子でかつ中継ぎできる。これ最高。中継ぎいいだからね。いやもうこれは強いよ。これはもう一気に巨人がね、タッグのパートナーとしてはすごく、優位に立ったと思います。まあ桑田さんとか組み込みやすいですし、で、打力が強いんで、まあこれなかなか山崎伊織選手に鉄腕さえつけてれば、巨人オリックスとか巨人ソフトバンクで組んでなかなかいい、感じになると思いますね。はい、そよぎさんも、なぜかですね、前回の TS よりもパワーが1上がってますと。まあ、その前に出たそよぎさんもなんか出るごとにパワーが1ずつ上がってますね、そよぎさんは。10年後にはパワー A になってんじゃないかと、ね。まあ、もちろん広島純正になっとっていいと思います。関川さん、はい、ミート A、デフォルトミート A で、はい、低難度、センター守備 B にできるよっていうところで、まあ純正でギリ使うか、
ぐらい。はい、ということでガチャを引いていくんですけど、まあ宮國選手狙ってね、ガチャ引いていくんですけど、40連で宮國選手これ確定なんで、回収して、まあ即ね、まあこのままガチャで A ランク重ねてって、極めにしちゃって、で、称号やるとこまで、うん、ちょっともうやっちゃおうと思います。はい。まあ結構ね、うん、もちろんガチャ連数もかかるんだけど、ちょっと今ね、とある事情で、ちょっとエナジーがね、6万9000少なめです。はい。本当だったらカンストしてこの更新迎える予定だったんですけど、うん。まあ、ちょっと心もの対エナジーなんですけど、宮國選手ちょっと回収して、飛車つけていきたいと思います。はい。20連目。さーて、誰引くの？加藤春。うわー、一番いらねえと言ってもいい。マジで使い道が分からねえ人が来た。ちょ、誰か教えて使い道。おー、山崎より嬉しい。はい、40連目はもちろん、はい、宮國さん回収でございますが、おー、ビーバーからの、いやー、おー、あーってことで2体引き？あ、だよね、これ。え、あれ2体引きだよね、多分。おー、カメラマン無駄。どーん、マスワード、うっせ。通常、まあ、そうか。どーん、ありがとうございます。はい、ここからは、凸用の5枚を回収しますよ、というところで、いいわ。いいわ。ちょっと待って、凸用の5枚回収するだけに。めんどくせえな、これ通常混ざんの。どーん。おー、たかし、いらねえ。はい、はい、これで1枚、凸1、はい、凸2、はい、凸3、はい、超4、はい、極めです、これで。はい、じゃあ、ガッチャンコしましょうと。はい、あ、やっと、宮國選手、極まりました。はい、これで。はい、で、称号用の A をね、ここで引いてって、1体ずつ、うん。1体ずつストッキー現地で、はい、マックスにしていっちゃうんだけどね。まあ手軽ですよ、もうここでね、ちょっと10連引きは称号用の映画でいるわけですからね。無課金ぐらいでも正直結構使っていいんだよな。はい、じゃあこれを称号してみます。はい、この場合ちょっと無ストッキー現地がさすがにちょっともったいないんで、5冊ずついきます。はい、極小結構あるんで、うん、5冊ずついきましょう。さあ行こう。さあ星さん、まずは星さんね。うーわ、最悪だ。称号用の2体目。よい、2回目行ってみよう。死者以外ないよ。死者以外ない、頼む星さん。よし、星さん来い来い。うわ、まあね、まあ星さん来ただけでよしか。お、虹色通常で、202の S 回。そこかよ。そこ確定すると別の引きたかった。宮國の S いらっしゃい。マスト経験値が。そうだね、無駄なのすごい。はい、3回目は S でしょう、ゴーと。ちょっと最近調子いいからさ、うん、何気に。頼む。よし、星さん、星さん。うわぁ、来たー！すげえ！ちょっと、最近あっという間に終わった。うん、こんなもうタイムスリップ始まって1時間20分で、はい、死者までつけ切る。うん、こんなやついないだろう。